てかさ、全然いねえよな。どこに行ったんだろう。え？嘘。あ、お前ここにも出るの。え、地下にも出るんだ。ああ。ってことで、メタモン捕まえていきましょうか。え？あ、嘘。待って待って。びっくりしたんだけど、お前地下でも出るんだ。はい。ってことで、まあ、捕まえても捕まえなくてもどっちでもいいんだけどさ、持ってるから。え、どうする？これ別に捕まえる必要ないよな。え、だって俺メタモン持ってるから。ってことで、いいか。まあ、ある程度の個体がいくつかあるので、別に捕まえる必要がないから逃げましょうか。はい。ということで、さようなら。いや、マジでちょっとびっくりしたな。え、ここでも出てくるんだ。そうだったんだ。てっきりさ、地上でしか出ないと思ってたわ。マジかよ。ナチュラルで出てたな。あれ？なんかあのピンクのやつ見覚えあるな。あ、メタモンじゃねえかってなったわ。そうなんだ。多分これってあれですよね。殿堂入り後に出てくるみたいな感じかな。ですよね。いやー、びっくりした。普通に出てくるんだ。まあもちろん地上の方が高個体値のメタも入手しやすいと思うんですが、こんなところで出ると思わなかったわ。はい、ということでちょっとびっくりすぎたので、急遽動画を回しました。なんじゃこれ。いやー、なんか、新たな発見があって楽しいですよね、ポケモンやってると。こんなところで出るのっていうのが結構あるんだけど。まあそこがね、ポケモンの楽しいところかなと思いました。っていうことで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあね。